俺の看板 AWM。 はい、どうも、スコリです。今回は、とあるできる投資っていうのを解説しようと思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれど、その投資っていうのが、今回ですね、まあ、ルームカードの方がですね、廃止されますっていうふうに、まあ、言われていましたよね。はい。廃止して、まあ、レベル5以上の人やったら、誰でもそのルームの方を開きますっていう、まあ、そういう仕様に変わりますよっていう、な感じの告知っていうのを、中国の方で先行でされていたと思うんですよね。で、それに関しましてですね、こんな感じで書かれてまして、まあ、在庫のルームカードは、更新後に期限切れになって、ゲーム内通貨に変換されるっていうふうに書かれているんですよ。でもですね、先行アップデートが来ました。PC版の方ですね。まあ、先にそのアップデートの方が来てるわけなんで、本来はもう通貨に変換されてないといけないんですけれど、まだこれされてないんですよね。これ使っても別にその今ですね、変換されるってことはなくて、今みたいに残り時間何分みたいな、何日みたいなやつしか出ないっていう風になるんですよね。はい。まだ PC の方では変換されてないっていう、まあ、珍しい仕様。いつもやったら先に変換されてるんですけれど、今回はおそらく27日に同時変換なんですよね。ルーム機能の方は改変されてるんですけれど、このチケットの方に関してはまだ変わってないと。っていうことは、つまり、同時に買えないといけない理由があるんじゃないかって思うんですよ。このルームカードってのは、すべてですね、まあ、あれなんですよね。まあ、基本その、普通に購入しようとすると、こちらですね。今お宝のところもうないですけれど、本来は全部金券で購入するっていう、ものやったんですよね。一応ま、ダイヤガチャに入ってるんで、実際はそのダイヤガチャの方で、ま、ゲットしますっていう人が、ま、ほとんどやったと思うんですが、本来はすべて金券でしか購入できないっていう仕様でした。まあ、なんで、ワンチャン金券に全部なるんじゃないのっていう風に僕は思ってるんですよ。いや、もちろんその銀貨とかダイヤになってしまう場合っていうのもあると思うんで、まあ、僕はその余裕があるから今回は検証しようかなと思います。皆さんもそのもしも余裕があるんだったらやってみてもいいかもしれないっていう方法。それがまあこれ PC 版なんですけれど、今からスマートフォン版の方入ってですね、まあ、結構なダイヤの数使ってルームカード作って、実際その変換される際に金券になったらめっちゃ儲けれるよねっていうのをしようかなと思います。はい、ということで入ってまいりました。早速ね、ダイヤガチャ回してある程度ルームカードの方を貯めとこうかなというふうに思います。まあこれで、まあ大爆死しても、そもそも自分ダイヤね、約100万ぐらいありますから、まあ別にダイヤが今更なくなったところで、ねえっていう感じなんで、まあある程度その余りを残しておきながらやっていこうと思います。まあ高級が自分31枚の、中級が54枚、そして、まあ1日のやつが192枚ですね。だいたいまあ30、50、200ぐらいあるっていう、そんな感じになってます。はい。まあ早速ね、回して貯めようかなと。まだ入ってるよね、これルームカード。入ってないとかないよね。あ、入ってないってる。ルームカード集めてしてきますかね。はい。中級も入っていて、あるね、一番安いやつもします。いや、これで爆死したら面白いっすよね。多分ある程度この回したらカットすると思うんですけど、出ましたね、ルームカード。ね、ポン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 出しといて、もうなんかね、貯めまくっときましょうか。はい。どれぐらいその自分がダイヤ持ってるかっていうのがわかんないんですね。はい。あれなんですけど、あ、意外と出ないね、ダイヤ。ダイヤじゃなかったら、ルームカードね。狙うと出ないな。一番いいのはね、あ、出ました。オレンジのルームカードだと思うんですよね。オレンジ役の。出ましたね。集めといて、やっていくと。ね。あ、意外とでも出ないな。もう少しその安いルームカードは、あ、結構出ましたね。ポン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 、出るんかなっていう。ふうに思ったんですけど、そんな出ないんですね。10連でまあ、1個あればいいかなぐらいの、そんな感じの確率っすよね。でも、多分長いと思うんで、そろそろカットしようかな。カットします。これでもあれか、進撃やったら高級ルームカード 5% あるんだ確率。どうせやったら高級集めとか一緒。こっちが 0.6% なんで、これ進撃回した方がいいな。進撃のダイヤガチャ 5% だったらね、こっちでやろう。残りの30万かな ?30 万分。あ、もう出ましたもん。30万分ぐらいはですね。こっちの方がいいわ。あ、こっちの方がいい、こっちの方がいい。そういうこと?進撃のダイヤガチャが来たのはこの、ルームカードを集めさせるために、進撃のダイヤガチャが来たってこと。あ、ルームカードめっちゃ出るやん、こっち。やばい、出る。あ、最初からこっちすればよかった。ミスってたね。こっち回しとけばよかったな。皆さんもするんだったら、進撃の方回しましょうね。はい。10万の俺損した。まあ、いっか。OK です。だいたいまあ、50万ぐらいですかね。まあ、使いましたが。あ、ちなみにここまで車ってないです。車ゼロです。50万回して。やばいですよね。ルームカードどれだけ集まりましたかね。30、50、200スタートやったと思うんですけれど。お、とりあえず、まあ、だいたい30枚ぐらいかな。高級が集まって。ルームカードも50ぐらいかな。中級の方。で、一番安いやつが30枚と集まりましたね。まあ、結構今回ルームカード集まったんで、これがどう変換されるのかっていうのが楽しみですね。いや、ダイヤだったら、泣くな。ダイヤだったら嫌やけど。まあ、別にダイヤ、損
としても別にいいからね。金券になったら儲けもんなんで、こういうワンチャンスって大事っすよね。まあ明日は楽しみっすわ。はい。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、そもそも銃とかゲーム環境を変えるよりは、新しいマップが欲しいと。まあ新しいマップね、今までその嵐の後、東京マップ、遊園地、そして孤島と実装してましたけれど、そこがまあこけてしまっているから、まあ小役ドームウェーバーからしたら作りづらいっていうのはあるんじゃないですか。次また力入れて作っても流行るかどうかわかんないっていう。まあそれがあるんで、なかなか作れないっていう、な感じだと思いますよ。まあ、東京マップも遊園地も、孤島もですね。まあ、流行らない理由てんこ盛りって感じなんですけどね。ミスとも。まあ、東京と遊園地マップはね、立ち回りが運すぎるんですよね。あまりにも。先にその建物に入っていたプレイヤーがおったら、一方的に撃たれて終わるっていうのがその二つなんで、運なんだよな、アンチの。うん。それは面白くないっていう。まあ、アンチは運なんですけれど、その運要素に自分の立ち回りが縛られてしまうっていうのが非常にまあ面白くないっていう。それがまあ二つのマップで。まあ、孤島はそもそもね、ソロじゃできねえし。武器強すぎるから、その、打ち合いしようって、ヤウグ取ったやつ勝ちやろみたいな感じになっちゃうっていうね。孤島。まあ、そこら辺があるから、なーっていう部分。まあ、孤島のその蘇生とかに関しましても、店を返さないといけないからですね。あの要素ってのが若干弱いかなとは思うんですよね。店の位置が、ちょっとなんか、ダメな場所にあるんですよね。まあ、エペとかの、例えば蘇生する場所って、ちゃんとその、隠れることができる場所にあるんですけれど、まあ、荒野のその、ショップ孤島のショップに関しては、なんでここを置くみたいな場所しかないんで、あと場所も少ないからですね。そこでどうしてもっていうのはありますし、大会として、ま、使うのであれば、少しま、やっぱ、こういうシステムがあると、やりづらいっていう、浸透しづらい。ないですよね、荒野行動っていう。どっちかっていうとそのクラシックなバトルロイヤルが好きな人っていうのが荒野行動多いと思うんですけれど、まあ、孤島の蘇生っていうのはクラシックではないので、まあ、大会するっていう風になると受け入れられづらいかなっていう。結局大会できる場所イコールいいマップっていう評価が荒野行動なんで、荒野行動のそのマップの評価なんで、まあ、東京無理でしょ、重いしさ、しかもその立ち回り運ゲーやし、遊園地も運ゲーだし、まあ、孤島はそんな感じっていう。まあ、それは浸透しなくて当たり前だよなってのは、まあ、思いますよね。孤島ってしかもその高低差がでかいんで、意外とその有利すぎるポジションがあるっていうね。はい。アンチによって。まあ、そこら辺もまあ好まれないかなっていう、ちゃんとするんだったらですね。結構その後、小横同盟が作る、まあ、新マップとかって、建物の配置がね、悪かったりするんですよね。あんま研究されてない建物の配置が多くて。まあ、パブ G とかエペとかは結構その、建物一つ一つの、まあ、斜線とかの、まあ、すごい研究っていうのをされていて、配置が絶妙なんですよね。まあ、小横同盟の場合っていうのは、その配置がまた微妙だから、そこがどうしてもなんか、なあっていう。ここの街のこととったらもう圧倒的に最強じゃんとか、この街のこれ弱すぎるやろっていう、そのなんかね、差がでかすぎるってのが、また少し面白くない部分なのかなっていう。さらにまあ、急速早いんで、どうしてもそこで悪い配置の影響も受けやすいっていう。まあ、そんな感じだから、まあ、新しいマップの浸透ってのはなかなか難しいんかなと思いますけどね。で、次ですね。ガレージの向きも変更すか、あと、そうですね、川辺下のガレージですね。向き変更されてますね。あれ、向き変更されてるからさ、めちゃくちゃ弱いよ。あの家取る理由ゼロやもん。本当にない。まあ、車一応後ろに隠せますけれど、中には隠せないんで、扉開されたら完全にその隠す場所がないっていうね、車を。で、あれは、その、川辺の方からも、山の方からも車線通ってますが、水庫ちょっと降りたところからもバレバレっていうね、もうめちゃくちゃその、ベランダに出た時っていうのはもうバレてるんで、まあ、ベランダに降る理由はないし、まあ、2階のその、ベランダじゃない部屋、ベランダじゃない方、部屋に関しましても、まあ、その川辺の方に打ち合いしとったら、山から降りてきた敵にも見られてしまうって感じになっているんで、後ろからその車線通りますからね、前ありました一軒家がない分ですね。そんな感じになってますから、まあ、ちょっとなんか、だいぶ弱いですね。川辺下を取る理由ゼロっていうね、あの配置になると、な感じになってますね。はい。まあ、なんだ、結局、川辺下から徒歩で詰めてくる人は、まあ、その橋に行くまでで結構振り取っちゃうから、そこはま、どうなんだろうっていうね。まあ、橋にその遮蔽物を置いたことによって、徒歩で詰めやすくなったんですけれど、ただそのそこに行くまでが今度は難しくなったから、まあ、結局プラマイゼロみたいな感じになってるっていうね。ベランダから出て、で、出てからその橋の遮蔽物に行くまでで多分死んでしまうことっていうのが多いと思いますから、そこはま、大変ですよね。まあ、あれなんかその、川辺のその川沿いとかに木を3本ぐらい生やしたら結構変わってくるんですけれど、まあ現状そういうのないからですね。まあなんか背の高い木が3本ぐらいあるだけで、結構そこら辺に関しましても変わってくると思うんで、そういうのがあると良かったですよね。で、次ですね、RN とか HK ってどこに需要あるんですかねと。まあないっすよね。需要。まあその2つともまあ使っていて思うんですけれど、まあその2つにしかない性能とか、他の銃にはない何かっていうのがないんすよね。他の銃の、まあ、完全劣化でしかないっていう。だからこそダメだと思うんすよ。なんかね、そういうなんか、そいつらにしかできないことっていうのをさ、毎回その、考えてから AR 実装すればいいと思うんですよ。まあ、7mm もそうですけどね。まあ、AK も AKα も MCX も、まあ、AK の C4 の方もそうですけれど、全部、そんな変わんないんすよね。まあ、僕、反動が AK 好きなんで、まあ、AK よく使うんですよね。7mm の中だったら一番。時点でま、AK14 かなっていう、そんな感じなんですけれど、ダメージ数も同じやしさ、別にそんなね、反動も慣れれば同じやしさ、これじゃないといけないっていう要素がないんで、なんかそういうのを考えて実装していただけると嬉しいかなっていう。
まあ、一応ね、AK と AK14 の方に関しましては、専用のそのアタッチメントをつけると発射率が上がるんで、まあ、そういう意味では、まあ、α とか MCX よりは、後の日本の方が強いんですけれど、例えば HK は反動うんちゃけれど、エイムアシストが強いですよとか、まあ、RN は、その 7mm の、まあ、銃とモデルが同じなんで、単発ダメージが結構デカめですよとか、なんかそんななんかね、特性があればいいと思うんですけれど、特性がないっしょ、そういう。なんかね、面白くないというか、選ぶ理由がないっていうね。